ご視聴いただきありがとうございます。大和です。本日はですね、天気もいいんでお弁当でも買ってキャンプ場に食べに行こうかなと思います。お弁当屋さんはどんどん、お弁当どんどんって知ってます？静岡のローカル CM なんですけど、めちゃくちゃレトロで最高の CM が流れるどんどんさんです。それではキャンプ場に着いたので軽く設営していきましょう。富士山めちゃくちゃ綺麗ですね。グラスで飲むとね、飲み口が良くてもう数倍お酒が、本日はノンアルですけど、美味しくなりますからね。いやー今日も日がいいぞ。最近これたまに飲むんですけど、ノンアルとは思えないほどもう美味しいハイボールなんですよね。ちょっとび困惑する、困惑しますよこれ。ハイボールっぽくてぜひおすすめなんで飲んでみてください。うわっち。それでは皆様ご唱和ください。キャバイ。いやいいですね。後ろ歩いてる人もいいっすね。くわまっ、富士山か。最近雪も積もってきてね、冬らしくなってきましたね。これねアウトレットのコロンビアに売ってたんですけど、なんかこうやって引っ張ってやるやつ。運動音痴なのがバレるぞこれは。いやー結構飛んでピューンって飛んでくるんですよね。あー運動音痴だなこいつ。学生時代はねバスケットやって結構活躍してたんですけどね、もう今となっちゃもう足腰痛いっておじさんですよ。ああ楽しそう、一人だけど楽しい。まあこんなのもやるのも楽しいんでね、なんかおすすめのおもちゃあったらコメント欄にお寄せください。よくよく考えるとね、なんでこっち向いてんだって話ですよね。普通ね富士山の方向いて設営するのにね、これはこの絵が撮りたいがためのこっち向きなんですよね。さあどんどんのお弁当が来ました。今回はね焼きからスーパー焼きから弁当だったかなっていう弁当をチョイスして、うまそう。焼肉と唐揚げがパンパンに詰まってる。まずはねベジファーストなんでお野菜からいただいていきます。ちゃんと野菜も食べるんですよ僕は。ロケーションで食べたら何食べても美味しいんだけど、僕トマト嫌いなんですよね。あ、いやそんな顔してる。
ハイボールで流し込むと。次は焼肉食べてみましょう。これも濃いめの味付けでね、もう白米が進む焼肉でしたね。これうまかったな。そりゃもうね、こんな濃い味にはノンアルのハイボール。あら、たまらんですね。唐揚げまずはプレーンでいってみましょう。サクサクの衣でね、味付けは割と抑えめなんですけど、この醤油とかいろいろつけて食べるのがいいんだと思いますね。唐揚げといえばハイボールですね。うまい。唐揚げとハイボール合う。つれえ。追加で注文したタルタルをちょっと乗っけてみようかなと思います。タルタル好きなんすよね。結構味付けが控えめだったんでね、こういうなんかタルタルとかつけるとより美味しく食べれる唐揚げでしたね。くー、米進む。家からマヨネーズ持参でございます。米が加速するんだよな。マヨネーズのね、やっぱコクが出てね、濃いめの味付けの焼肉味と相性抜群でございました。小指立っちゃってんのよ、立っちゃってんのよ。ハイボールのおかわりいただきます。キャパリ。本日はね、長田山荘キャンプ場に来てるんですけどもね、こちらの富士見サイト使わせてもらってて、すごい眺めがいいんですよね。はい、こっち向いちゃってる。眺めいいのにこっち向いちゃってる。うん、でもこっちもね、秋の装いがしてきて色味がついてきて、まあ、こっちもこっちでありですね。
ほら、この絵が、この絵が撮りたかったからこっち向いちゃってるんです。バカだな。間抜けですね、この人。これはさすがに。キャンプしない。バカやってなー。いただきます。ちょっと唐揚げにケチャップマヨネーズって皆さんあんまやんないと思うんですけど、ぜひやってほしいですね。僕らの、僕とケンイチの間ではケマって言うんですけどね、ぜひケマで食べてみてほしいですね。くんもマヨネーズ好きですからね、今これ見ながらうなっております。空の下でね、もうただただ弁当食べてるだけですからね、この34歳のおじさんが。ぜひ皆さんもね、チェアリングしてみてほしいですね。これ最高ですよ。もう好きなね、自分のお気に入りの場所でお気に入りのご飯を持ってって食べるだけ、それでも僕たちはキャンプなんじゃないかなと思っております。何か企んでますね。あ、しば漬けも乗っけて。なるほど、しば漬けタルタルもありますからね。これは最後の一撃。でもうまいな。タルタルとしば漬け乗っかったらね、もうアベンジャーですね。最後にデザートのオレンジ。どんどんのお弁当最高でしたね。ハイボールに、みかんハイボールにして最後は飲んでいく。なんかついてた。あとはもう気持ちよく過ごすだけと。腹出てる。
ポンポンなる。私たちの本、世界一楽しいソロキャンプ100のこと、絶賛発売中ですんで、Amazon、楽天でも買えますし、全国の書店にも並んでますので、ぜひ見てみて、手に取ってみてください。もう内容が濃いので、ぜひぜひ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。